皆様こんにちは、ストリートファイター6の実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょう。プレス A2 ボタンでございますけれどもですね、まあ、ちょっとうまく説明できるかわからないんですけれども、自分に合った少しだけ悲しい話を聞いていただいてもいいですか。まあ、近所のコンビニエンスストアは何かしらこいつもネタを提供してくれるわけなんですけれども、まあ、先日肉まんをねレジに持って行って買ったわけですよ。で、肉まんっていうのはいわゆるレンチンしたら美味しく家で食べられる4個入りみたいなやつなんですよ。想像つきますよね。あれです、あれ、あれを買ったんですが、いや待てよと、肉まん普通に食べたいなと思って、まあ、いわゆるホットスナックのあたりに置いてある肉まんとあんまんと、まあ、コロッケをね購入したわけですよ。で、まあその4つ入りの肉まんは家に帰って後日食べる、でそれ以外のやつは後で食べようかなっていう感じだったんですが、まあ、少しややこしかったかもしれませんよね。店員さんは10代っぽい男の子で、でまあ分かりましたという感じでレジピッピやってお会計済んで自分は帰ろうと思ったんですが、明らかにちょっと会計少ないなってふと思ったんですよね。だってその肉まん4つだけでも確かに500円超えてたと思うんですけども、いろいろ買ったんですよ他にも。それで1000円いってないわけですよ。これおかしいなと思って、すいません、もしかしたらこの肉まん入ってなくないですかって聞いたんですよね。したら、あ、すいません少々お待ちくださいみたいな感じでちょっと焦っちゃって、いや全然いいですよみたいな感じで、で本当にね少々待たされたんですよそんなに確認することあると思ったんですけども、で少々待って、で店員さんが焦ってこっちに来て、すいませんお客様、いわゆるそのホットスナックの隣にある熱々の肉まんあるじゃないですか、あの肉まんをかける2で打ってしまったと。だから、自分が買いたかったその冷凍の4つ入りの肉まんを普通のホットスナックの隣にある熱々の肉まんとして打っちゃったから、肉まんかける2ってなっちゃってたんですよね。だから別の商品じゃないですか4つ入りのやつは。だから会計がおかしくなっちゃっていたと、まあ、いうところなんですよ。だからすいません、では差額をちょっといただきたいんですがよろしいでしょうかって言われて、あ全然全然、はい全然いいですよそのつもりでしたしと思って、ではお会計をして、でも帰ってきたわけなんですけども、まあ違和感にはもう気づいてましてね、確か肉まんを2個で最初の会計で打っていたのは事実なんですよね。だけど自分が買った肉まんは1個だったわけですよ。で代わりにその冷凍のね4個入りの肉まんがあったわけなんですが、後で会計し直したものの中にはですよ、そう肉まん4つ分のお金が入ってたわけですよ。だからあれ肉まん1個分損してるよなっていうことになっちゃったんですけども、ごめんなさいねちょっとね説明が難しいんですが伝わってますかというね、まあ、悲しい事件があったんですけども、まあ、全然全然もうそんなのね、長い人生の中でもっと損するような機会はいくらでもありましたから。そしてですよ、あの若者は今は若者、そして、スタッフね経験みたいなものがあんまりないから、そういうことも起きてしまうかもしれませんけれども、20代30代40代と年を重ねていけば逆にね、そう若い子のそのミスをそんなこともあるよねと笑って言えるようになります。ありますだからオールライト、オールオーケーですよ。そう、ただちょっぴり悲しくはなりましたね。 なんかいいことないなとは思いましたけどもね。さあ、今回もですね、新しく乗り換えた、まあパートナーですよね、このジュリーを使って頑張っていきたいと思うんですが、まあ、先日、毎週定番の生放送で、プレイをしたらなんとね MR が、100落ちましたと。本当悲しかったですなのでちょっとねやり直して、で今日はですね5000やっていくんですが、よし、あめごめーん、スーパーツミスって相手の人ガードしてたから読み合ってたのに、あ遊ぼうぜ、はい、ランクマッチ5000やっていくんですが、 MR1500 以上じゃなきゃ終わっちゃいけないっていう縛りいつも以上につけましょうか。やる、よく見てる、
たっちゃうんだ。おどうした、合ってんのに。え、いや、そんな有利だった。あー、合ってる合ってる合ってる。なんか相手の人なんかかわいそうだな。読み合いには勝ってたりするのに。とりあえず打っちゃいます。ちょっと安いですけどね。置き攻めどうしよっかな。投げ抜き入れてますからね、相手の方ね。いや、どうしよう。よかったのかな。いや、ちょっと今いろいろ悩んじゃいましたけどもね。まあ、雑なジュリー、まだまだね、極めるには程遠いかなというふうに思いますけれども、まあ、目標としては自分の持ちキャラで1キャラも達成していない1600以上の MR っていうのを目標に掲げていく。キンバリも言うてね、1550ぐらいまで行ったんでなんかね、心折れなければいつかはいけてたかもしれないんですけども、やっぱ格ゲーって相手は人間じゃないですか。だからね、普通に心折れましたよね。え、最大コンボ何なんだっけ前なんかやりましたよねいや、これよりもだって1個ね、余ってますもんね。これかな。うん、なんかちょっと最後入んなかったですけど。でもなんか自分の戦い方だと風波ストックがいつも空っぴっぴなんですよねなんか1個あると、あ、1個あるじゃんと思って飛び道具塗っちゃれってなって空っぴっぴです。レバーレス練習中。そう、自分もそういえばこのアケコンのボタンをちょっと変えようかなと思ってて、やっぱね、ちょっとうるさいっていうお声もいただくので、へいへいへい、遠い投げ回り、お見合い。おいしいがバーンとしちゃいましたね。ちょっと歩きすぎましたね。あー、よくない。ピヨピヨピヨ。よくね、バーンと自分からしちゃうのは悪い癖で、まあ、ちょっとしばらくはね、そのまま。あー、そういう感じかレバーレス練習中だからでしょうね。そのね、1600台っぽい動きじゃないんですよね。当て投げいっぱいっていう1400台みたいになっちゃってるんで、多分これは慣れないところがあるんでしょう。うわ、マジかよ。いや、ひどいっすよこれかわいそう、練習中ですもんね。すごい。だからこういうのはね、だからちゃんと上手い人なんですよ。逃げろ。無理か。でもなんかベースの戦い方はやっぱこうたどたどしいものになっちゃうっていうね。これ厳しいですよ。なんでドライフラッシュミスってんの。いやまあでも多分今一瞬相手の方の方が発生が早かったのって、どちらにしろ打ち負けてたと思うんですけども、なんかね、やっぱこれになっちゃいますね。生ラッシュ、まあ上手い方じゃないんですよね。でもやっぱジュリほど主力なキャラをこんなにやったことがないので、あってなっちゃいますよね。そうっすね。あおれ。でもやっぱ1600台とかの方の方がその勝っても負けてもいいかなと思うんで、
早くそこに行きたいですよね。いやでもね、本当にね、近所のあのコンビニエンスストアはいつも何かしら起きるんですよ。まあこの前は逆に自分のミスで、これはね、全あれこの話したかな、ちょっと覚えてないんですけども、全そのコンビニで、そのコンビニのチェーン系列でやってるフェアかどうかわかんないんですけども、特定の商品を1個買うと後日1週間後ぐらいに来ると同じ商品をもう1個あげますよっていう、まあ、実質半額みたいなセールやってて、いやー美味しい美味しいと思って買ったんですけど、まあ、いつも通りねレシート捨ててきちゃいましてねただただ定価で買っただけですよねどうしよう、すぐバーンアウトしちゃうな。よくないよー、コンボミスってるし、なんで当たってるね、波動拳打ってんだ、波動拳、波動拳、ダーリー、え、今合拳してませんでした、ちょっとわかんないんだけど、なんだ相手の方ミスってるぞ、あすごいドローンボールみたいな攻撃された、よいしょ、いっちゃうよ、飛んでこーい、バラユーザー、あー相手の方めちゃくちゃ飛ぶな良かったですなんか火を置き攻め時も置き攻め時もお互いでさバンバンジャンプしてましたね。いや完全にこれはお互いドラゴンボール気分ですよ。うん、やったことありますか皆さん、スーパーファミコンのドラゴンボール超武道伝。ね、メインキャラ自分はピッコロでしたかね。やっぱりそのドラゴンボールっていう作品の中でこうだんだんと戦いの輪の中から降りてくしかなかったかつてのボスたちいたじゃないですか、まあ、天津飯から始まってね、まあ、いろんなベジータなんかもね、結局はまあ株はあんまり下がってないですよね、まあ、戦いの輪の中には入ってないですよね。あれ確かこれそうだ、これできるかな。でそんな中でやっぱりその自分はいやいやでも天津飯にもピッコロにもこの2人にしかないいいところあるっしょみたいな、まあヤムチャにはないんですけど、なんでそんなこと考えちゃうタイプで、でその2人に共通してるのっていうのはその技のデパートだっていうところですよね。でも残念ながらそのスーパー武道伝っていうドラゴンボールの格闘ゲームには天津飯はいませんので、じゃあピッコロ使いますかっていうところですよね。だから悟空とかはもう波動拳じゃねえやカメハメハだけでゲーム作れちゃうじゃないですか。だからそれをちゃんとね技のバリエーションでキャバキャバキャバ、やりきりました。こえっちゃ。どしこいときました。どうすんのこれ。ねえホンダでちゃんとやんないで、てかこのレート代ホンダむちゃくちゃ多いですからね。どうすこーい、でブランカも多いですでねホンダねマジで苦手で、ていうかなんかその頭突きしかやらないようなホンダしかやったことなかったから、でもねホンダでちゃんとゲームやられるとどうしていいか分かんないですよね。ぶっぱ勝利とかしか、攻めてみるか、出し切っちゃう、あれさっきも飛んでたな、いやどうかな、足りない気がする、中足ですからね補正がちょっと強めです。あ
ったり。でも俺3本目勝てる気しないんですよ。相手方最後だけだからちょっと甘えてくれたから良かったですけど。オッケーです。なんで太鼓分かってたのに。しますね、あの勝ち方されて。なんて何していいか分かんなかったんです。もう本立てでもなんかこうやってガン待ちしてるじゃないですか。で近づいたら脊髄反射で動くから。ただね、 OD 頭突きだったら多分ダメだった気はするんですよね。あ、でも今1500いってませんか。ちょっといや、戦い始まったら確認しましょう。あー、悪い勝ち方しちゃった。あのですよ、日々の対戦っていうのはその場その場で勝ちたいからやってるわけじゃないんですよ。もちろん負けたら嫌ですよ。でも最終的にその零細を超えたところで戦えるように日々研鑽したいと。まあそんななんかかっこいいこと言ってますけど、でもそう考えた方が負けても気が楽になりますし、まあ勝ってもね、おごらないと。ましてやね、勝ち確状況で屈伸とかはしないみたいなね、そんなことになるわけなんですけれど。あ、でもこれ負けても、これ最終戦ですからね、今回勝ち越してるし、これ負けても多分1500以上だから、よし。いやー、いい形で終われそうだ。さっき勝っといてよかった。ラッキー。あれ、リーチありすぎなんだけど。繋がってるけど遠いから分からんな。ごめん。あ、やべー。いやー、クック。またやった。これ何回やるんだ。ブッパ失敗。でもブッパで今当てましたよね。ほんとクズ野郎です。みんな自分をもっと下げすんでください。下げすまないでください、傷つくから。助けて。いいよ。なんやねん。オッケー。いってさっきも。何ボードリしてる。ボードられましたね。出し切りよくないな。JP の数ほんとすごくなってきましたね。ただこの辺の JP は JP だからつって負けてどうこう言っちゃダメですよね。なんかやっぱりその性能を持て余しているような方が多く、マノンとかはやっぱね強い方多いですね。ちょっとディレイしてるんすわ。ちょっとディレイしてるんすわ。もうやりません。ジュリってちょっと難しい点があって、ですね、なんつったらいいんでしょうか。ジュリのラッシュ中盤ってガードさせると硬直差6フレームってむちゃくちゃ有利取れちゃうんですよ。でこれ有利すぎるから、チューチューってやっても別に相手がこれ連眼になっちゃってるんで、動こうとしても動けないんですよね。
だから相手がガードリバーサルでしゃがみ弱パンチをするようにしても、こうこうってやったらレンガになっちゃうから、最速でコパン打とうとしててもそれは出ないんですよね。だからちょっと遅らせなくちゃいけないんですよ。これ練習しましたよ。ほほ、あ、やべ失敗してる。ほほほ、ちょっとむずいんですよこれ、ということなんですわまあこういうこともね、ちょっとずつできるようにしていって、ただ自分はやっぱシミーはねまだできないというか、てかね、このレート帯だと実はねシミーしない方がいい説があって、シミーっていうのは相手のこう投げ抜けとブッパ、この2つに強いっていう特性があるんですよね。つまりこうやって有利フレームを取って投げ抜けだと思ってちょっと下がって、まあ、強パンチキャンセルの何かしらの攻撃をするっていうことができるわけなんですけれども、このレート帯はこれかこれしかないんですよね。そうそうそう、ジャンプして、まあ、なんかとにかくなんかこう間が空いちゃうと垂直ジャンプする方が多いんですよ。まあ、自分も結構使いますしね。垂直ジャンプって上手い方には通用しないテクなんで、上手い人の世界ではする人っていないんですよ。適当なコパン暴れも全部ジャスがされちゃいますし、ジャストパリーか、垂直なんかもラッシュからしっかり落とされちゃうっていうことになるので、そんなね無駄なことはしないんですよね。でもやっぱ、このレート帯っていうのは自分も含めてですよ、そういう無駄なことでしか構成されてないから、上に上がれない。で上に上がったらそれが通用しないんでみんなやらなくなると、でやらない世界での読み合いになるとシミーが強くなるんですね。だからこうやってプロの世界ではこうしてこんな感じでやってこんなことができると、まあ、いうことになってるわけですね。そうそう、これちょっと今どっかしらでお伝えしなくちゃいけないことでしたよね。なんか上位帯とこの辺のレート帯とか、もしくはダイヤとかプラチナじゃ読み合いのそのなんていうの、読み合い自体が違うんですよね。構成されてる戦い方が違うっていう感じで、でも自分はやっぱ対空精度も低いですし、まだ相手にそういう間違ったテクニックで勝たせちゃってるっていう状態が続いていると、まあそれはそれで頑張っていこうという話でございますよ。今日もひどかったですけどね、まあ、でもまあまあ勝ちは勝ち次もやってまいります。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。